デンマーク国鉄 IC4 型機動車は DSB のインターシティ用にイタリアのアンサルドブレーダで製造された機動車である。デンマーク国鉄によるすべての人にいつでも良い列車を計画に基づいて既存の車両を置き換えることを目的としているが政治上の理由により計画は遅延している。2007年末 DSB は IC4 を営業運転に導入することを決断した。 列車の動力はコモンデール式燃料噴射装置による抵抗外型の4機のディーゼルエンジンで最高速度は時速 200km である。出力は編成では 2240kW である。DSB 専属のデザイナーやイタリアのピニファリーナによってデザインされた。長期間にわたる計画遅延と度重なる故障のため、長年 IC4 は DSB にとって 頭痛の種となっていた。遅延の原因は、アンサルドブレーダでの製造が遅れていることが原因であった。2007年10月に4編成が、ユトランドで運行を開始する予定だったが排気ガスの問題で延期し、その後も2011年11月から2012年7月まで、ブレーキの問題により全編成が運行を停止するなど問題が品質した。納入も遅れ。 すべての編成が揃ったのは2013年9月となった。最終的に2014年から行われた調査により2016年12月に DSB は2024年までにすべての IC4 を新型車両で置き換えることを発表した。2024年までに予定されている全車廃車まで IC4 は DSB のローカル列車に使用されることが決定している。 デンマーク国鉄 IC2 型機動車は IC4 型機動車のバリエーションとして製造された機動車 IC4 と同様に連接車になっている2両の先頭車のうち1両は付随車であり低床車,車になっている支線区内で単体運用し IC4 と連結して本線に乗り入れることを想定して導入された2010年6月に最初の編成が出場したが こちらも、納入の遅れで、最終的に全車が揃ったのは2013年6月となった。また故障も頻繁に起き、2016年8月に全23編成が廃車となった。2017年に、ルーマニアの列車運行会社である、アストラトランスカルパチック社が3編成の購入を決め、2018年11月8日から、ティミショアラ・アラド・オラデア・バヤマレでの運用が、 開始された。ホプラスト TG ホットもヘラ DSB。シッツベンスケン httpww. シッツベンスンセ、ダンマーク、ホプラストタグドライバー DSB もコンコース、2014年9月26日、閲覧。DSB セッツ IC4、ウィズドローアルデート2クローズ&、アンハッピーチャプター。レールウェイが Z、2016年12月16日。 閲覧。アストラトランスカーパティックベニッシュ IC2 インサービス。2020年1月7日閲覧。ありがとうございます。